MS バイキング XPRS フィンランドの観光では、フィンランドにおける観光について説明する。2005年の統計ではフィンランドでは400万人の旅行者が観光に訪れており、大部分がスウェーデンからの観光客である。フィンランドの GDP の2.4%程度が観光による収入であり、6万人の雇用を生み出している。フィンランド観光のブランド化は、 フィンランドプロモーションボードによって表明されている。フィンランド観光の特徴は、クール、コントラスト、信頼、創造的の4つの C からなる。パイアンネコフィンランドは、寒冷な気候で夏であっても気温はそれほど高くない。このため、秘書に向いており、また夏の日照時間が長く、北極圏に入れば日没が存在しない。このため、長い昼を利用して、 観光を楽しむことができる。サイマー湖、パイアンネコ、稲荷湖などいくつもの大きな湖が存在し、特に南東部は湖水地方として知られる。フィンランドは小さいものを除いても湖が20万近く存在することで有名である。また、水質の良さと海、川、水路の周辺の緑深い森でも知られている。フィンランドでは旅行客は湖のほとりで腰を下ろし、 釣りをしたり、トナカイやヘラジカなどを見て、静音を楽しむ。また、カヌーなどのスポーツで楽しむことができる。夏のウォーキングやピクニックは非常に人気が高い。フィンランドには高い山がないため、登山には限界がある。最も高い山は、エノンテキオ近郊のハルティ山であり、海抜線328メートルである。また、バルト海クルーズも非常に人気がある。 冬のフィンランドはアルペンスキーやクロスカントリーに絶好の機会を提供する。多くの人気のスキーリゾートは北極圏より北のラップランドに位置しているがオウルュ県のクーサモのように南部に存在する場所もある。サーリセルカやレビでは格好ができるほかクロスカントリーのトラックは北部に多く存在している。多くの湖は凍るためヒカミツリが人気がある。 また、アイスホッケーは冬に人気があるスポーツであり、アイスヨットやアイススケートも楽しむことができる。毎年冬になると、北方の街である、ケミでは氷でできたホテルと共に大きなルミリンナが建てられる。ロバニエミでは、オーロラ、極光などを見ることができる。冬季の国内北部への旅行客は、ヘラジカや犬が引き、サーミ人の乗り手が操るソリに乗って楽しむこともできる。 ロバニエミ近郊のサンタクロースムラアルコール飲料は、フィンランド文化の重要な一端を見ることができる。フィンランドへ旅行したら、国家的人気の酒に挑戦することが良い。コスケンコルバや、肝臓風味のサルミアッキコスケンコルバなどが存在する。他多くのどの高い酒が存在する。ウォッカとスパークリングワインの混ぜ物は翻訳すると、おおよそ、アバズレ刑務所といった意味のフィンランド語で呼ばれる。 サンタクロースは一般的にフィンランド北方の町ロバニエミのさらに遠くのコレバトゥントリに住んでいるとされる。ロバニエミの町はサンタクロースの村として知られ、近郊にはサンタクロース村が作られており、訪れた観光客を迎えている。フィンランド最大の都市である首都ヘルシンキは例年多くの観光客を受け入れている。夏の間、数千の旅行客がバルト海を渡って、 クルージングボートで訪れる。ヘルシンキは清潔で現代的で東側と西側の間でありながら安全に開放ができる場所であることで知られている。北欧諸国ではストックホルムに次いでクールなパーティーができる街との評判を持っている。他の人気のフィンランドの旅行地にはタンペレ、トゥルク、オール、クオピオ、ポルボーなどがある。ヘルシンキ大聖堂ヘルシンキは比較的小さな街で、 居心地が良いが活気はあり喧騒がある観光客に安全な街とされており住むためにも安全な場所である治安の良さではヘルシンキは世界で2番目に安全とされているエスプランデ公園の隣にあるヘルシンキ市観光伝統案内所によって効率的な観光案システムが維持されているヘルシンキはバルト海岸に位置しているため長い海岸線を持ち 中心地の多くは海岸に存在する。ヘルシンキは港町であり、俗にバルト海の娘と呼ばれる。海岸に位置するヘルシンキからは多くの観光船が発着しており、夏の時間に体験するのに理想的である。入り組んだ地形から近くに多くの島があり夏の保養地となっている。多くの主要な観光の目玉も海に関係しており、スオメンリンナ海軍要塞やセウラサーリ島の 野外博物館や公園もその一部であると言える。地元民は夏の日曜日は通路地区にある冷谷海海岸で過ごす。冬はヘルシンキの緯度が高いため日照時間が短くなる。このため多くの独特な照明が街に灯され居心地のいい街を作る。アレクサンドラ通りはさながらクリスマス通りに変化する。玄関期には海が凍結し、 多くの注意が必要であるが凍った海を歩きに行くのがヘルシンキ湖には一般的である。海岸線の多くの場所で寒中水泳が行われており、サウナの休憩時間に泳ぐ人々も見られる。ヘルシンキへの空路は都市圏の一部となっているバンターのヘルシンキバンター、国際空港を経由する。また、スウェーデンのストックホルムにつながるクルーズフェリーの航路が一般的であるほか、 水中浴船や総動船がタリンとつながっている。シリア、バイキング、タリンクなどが有名な船舶会社である。ヘルシンキにはリンラン巻遊園地があり、5つのローラーコースターとその他多くの乗り物がある。また、世界初のインタミンであるザックスピンローラーコースターも存在する。フィンランドの交通も参照 SR に機関車。フィンランドの鉄道システムは、 VR と呼ばれている。VR 社は市内交通や全国の急行列車を提供し、最高速のペンドリーノで主要な都市をつないでいる。7歳から16歳の児童、老人、徴兵中の兵士などには非常に高い割引が行われている。ロシアのサンクトペテルブルクやモスクワとつながる多国間鉄道も存在する。サンクトペテルブルクへは昼間に列車が走っており、 モスクワへは夜行列車が走っている。スウェーデンとの接続は鉄道の軌道が違うため多くがバスである。シリアやバイキングの定期船はヘルシンキからオーランド諸島のマリーエハムンやスウェーデンのストックホルム、ドイツのロストクやトラフェミュンでエストニアのタリンなどに接続されている。計画も含め25の空港が旅客輸送を行っている。フィンエアー、ブルー1、 フィンコムエアラインが国内線と国際線の空路を提供している。ヘルシンキバンター国際空港はフィンランドのグローバルゲートウェイ空港であり、バンコク、北京、甲州、名古屋、ニューデリー、ニューヨーク、大阪、上海、香港、東京の空港などとの航空機が休みなく運用されている。ヘルシンキは西欧と極東間の体験航路に位置している。ゆえに、 アジアやヨーロッパの多くの外国人観光客が乗り換え空港として利用している。ヘルシンキバンター空港は世界でもトップクラスの空港となっている。ありがとうございます。